こんにちは。テロップですね。テロップですね。間違えた。これでやらんでもええんか。なるほど、テロップでやらなくても。あれ、たい焼き終わったん。たい焼きが出てこない。終わったんか。ポギーさんギフトありがとうございます。終わったんか。あ、会食恐怖症克服おめでとうございます。全然克服完了ではないですからね。克服してきたよっていうだけなんで。終わって終わったんや。なんや。あ、じゃあキャンペーンありがとうございます。最初よし。昨日の声も楽しかった。よかったです。皆さんよくね来てくれててね。そうそうそう、よかったですね。いや、黒島はどんどん先輩と喋れるようになっているという。バラーン。ああ、ほのちゃんのラジオで家系図考えて。私バブちゃん赤ちゃんやろ。見ました、ちゃんと見ました。アンテナ赤ちゃん担当ちゃんと見ましたよ。黒島は、黒島はバブちゃんです。公園汗で光ってたねおもろ。鎌倉の黒島ちゃんなんて楽しそうなの。お気づきですか。いや、昔、私は昔っていうか最初のライブって何やったっけ。あれかな、ナンバトルかな。ナンバトルでアムクロがあったんですけれども、リハの時にユーミさんが見てて、ユーミさんとウカさんとカリンさんが見ててんけど、めっちゃニコニコしながらこっち見てるなと思ってて、えみたいな、えみたいな感じやってんけど、そうやってんけど、なんかな、あれなんよ、なんかね、まあそう、ユーミさんのやつで、なんか、え、なんか、え、めっちゃ見てるみたいな感じで思ってたら、いや、アムクロあんま、あんなに美味しくなさそうに踊る人初めて見た、すごい可愛いっつってで、黒島ちゃん黒島ちゃんっつってくれてたけど、いや、美味しそうでしたか昨日の感動しかったよかったです。美味しそうでしたか。笑顔いっぱいでよかった。よかった。そうなの、よかったの。やったなんだ、もう美味しそうになってたのか。わーい、バージンからアモクロの切り替えを褒めてんのか。褒めてますよ、多分。褒めてる褒めてる多分そう、びっくりでした。急にさ見てたからさ、なんか怒られるのかなと思ってさ、全然この感じが可愛いねんって言って、おもろかった。
そして大阪市内観光の表紙が完成しそうですよ。黒島ちゃんは褒めて伸びるので褒めてくださいね。本当に黒島ちゃんは褒めて伸びますからね、褒めてくださいね。お、さくちゃんルームに加入しました。おー、素晴らしいっすね。やっぱりね、黒島をね、そうやって応援してくれる人がね、そう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 いるからね。もう何が言いたいか分からんけど、桜の方の写真もよかった、よかったです。あれ嬉しかった、写真撮ろうって言ってくれて、わーいって感じだった。ふんふん、え、筆箱持ってこへんかったっけ。あれ、あ、おった、目の前におった。進化してますね、よかった。あー、アンジュさんの先端落ちた、悔しい。私は絶対に見に行くよ、何が何でも見に行くよ。ジョホンさんギフトありがとうございます。ワンタンメン様ギフトありがとうございます。私は見に行くからね、アンジュさんの先端。なんかめっちゃガタガタするんですけど、止めようと思ったけど止まれへんかった。ディエモンの真似してたよ。そうな、おもろい目落ち。メンバー特権。いいだろう。あ、いけた、いけてないけど、いけた、メンバーの特権。いやー、もちろんアンジュさんの生徒も見に行くしかないでしょう。そう、金曜日の MC は私にぴったりの MC でした、よかったです。MC 誰やったっけ、ミウチか。いやー、さすがミウチやな、よう分かってる。制服見てた子、あ、制服見てたよ、制服着てた子。そうやったんや。めっちゃ覚えてる、現役 JK すげー。めっちゃ覚えてる。あなたね、あなたねって、なんか感動の再会みたいな。そうやったんや。制服やーと思っててん。で、あ、そうそうそう、大阪市内観光の表紙絵を描きます。みおちゃんパパ、そう、びっくりした、みおちパパなんやと思って、みおちパパなんやってなった。みおちお父さん、みおちお父さん、真剣に描くから。よし、どうも。あれもやらなあかんねん、100マス計算もやらなあかんねん。100マス計算やろうかな、まあ後でしよ、おうち。みけのちゃん、やっぱりペットやったね、やっぱりね。いやー、私がねペットとか言っちゃうから、まあ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 、ペットとか言っちゃうから、そらね、そらそうでしょ。黒島のペット、いや、みんなのペットちゃうから、黒島のペットやから。え、聞いてほしい、ギョナー。じゃあもう、さっき寝てたからめっちゃテンション低い。あるな、さっきな、さっきちゃうわ。あの、学校でな、今日音楽があったね。で、音楽行こうと思って友達と歩いてて、で、クマさんのとこちょっとから、ちょっとからで、ちょっと行ってから行こうとか思って、で、クマさんのとこ行って、あ、おらんなと思って戻って、で、行こうと思ってて、で、音楽室に、なら、あ、ペンギンおるってちょっと横目で見ながら行って、なら、リス先生がおってんで、リス先生おって、なんか、私の音楽のファイルと教科書がなくなったんですけど、どこ行ったんやろうみたいな。最後に使ったのが、なんかちょうど何ベルチェックって言って、なんか借りてくるやつみたいな、なかったら借りてくるやつみたいなやつの時に、私が休んでたのか
とか、なんか私が休んでる時になんか誰かじゃそのリス先生が教科書とかを運んだ時にどこかにやった説とかなんかいろいろ浮上してて、なんか聞いてみるわみんなにって言ってたから、なんかみんな私のこと疑うねんなみたいな感じだったから、いやそうって戻ちゃんと元に戻したらいいんじゃないですかみたいな感じの話をして、いや戻してるねん私はみたいな、本当ですか、違うとこに入ってましたけどっていう言ってたら、なんかあのペンギンが横からもうめっちゃ近かったん、こんくらいこんくらいだって、今の私とクマさんクマさんこんくらいの距離では持ってないけど、こんくらいの距離で通過しようと思ったら人のせいにするなってさ、急にこっち向いたわけ、人のせいにするなってめっちゃ久しぶりにこっち向いたわけ、しかも割と近距離なんよ、こんぐらいの距離やってんよ、びっくりするじゃないですかね。みゆちゃんマイティに話しかけるときはヘニョヘニョして話しかけてくるってらしい、笑っちゃった、おもろいでヘニョヘニョしてそうやな、かわいい、みゆちほんまに好き、めっちゃおもろいで、ほんまにおもろいで、みゆち何しててもおもろい、喋ってるだけでおもろい、またビッツコイン来た、よかった、また制服できて、次は手振るわ、え全然そうなんや、初めて制服できた人見た、へえ嬉しいな、見つけよう、はじめまして、はじめまして、ペンギンのやつびっくりしたわ、存在がおもろい、そう存在がおもろいね、あれ何がおもろいやろな、なんか俺だけおもろい、なんかもうずっとおもろい、何がおもろいんか分からんけどめっちゃおもろい、制服って珍しいの、私は見たことないから、あ制服なんや、女子高生かかわいいと思って見てた、あやぴょんから北海道のお土産もらえた、もらいました、ちゃんと白い恋人食べてないけどまだで、あやかさんのお父さんからなんか差し入れあったから、あの両方ちゃんともらったんですよ、あポニーさんギフトありがとうございます、そしたらあのあやぴょんがなんであやかのお土産取ってくれへんのにあやかさんのやつは取るのみたいな一緒の時に取ったからって言ってたらおもろかったペンギンのやつびっくりしたな、最近割と、いやもうずっとなんかねって感じだったんですけど、久しぶりだったもんで、久しぶりに自分に向いた声を聞いたので、えってなった、今日アイロンしてないのに内巻きになってんねん、すごない？白い恋人アンテナ、したそうなん、私あんま食べたことない、お菓子やんな、お菓子そもそもあんま食べへんねんな、ただケータリングとかをもらいでしなもらい出してから食べるようになった、ジュースも飲まんかってだからめっちゃ珍しい、お話し会とかあとあれの時だけ、ライブとかの時だけお菓子とかもらうの、あー25応募したけどさくちゃんいない、ピエンだねそれは、25日、ピエンだね、超ピエンピエンだやらなくてはいけないことがたくさんある、だがしかしショールームでは喋りたい、どうしたらいいと思う熊田さん、もう何もしなくていいと思うよ、諦めて何もしなかったらいいと思うよ、そうだよね私もそう思う、ハリボーさんは綺麗になりましたか、今同じ話をしようと思いました、超綺麗になりました、いい匂いこんにちは、普段あんまりお菓子食べないのね、あんまり食べないね、なんかデザートっていう感じが多いかも、
アイスめっちゃ食べる、今の季節は特に。アイスとか、なんやろな、ケーキとかお菓子より重いななんかそういう系が多いかも。デザートみたいなとか、ヨーグルトとバナナみたいな。ああ、そういえば黒島に聞きたい100の質問完成しましたか。50個くらいで止まってますね。まあ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 、そんなに焦らず連続配信73日。おー、今日は音楽のテストがありました。歌のテストでしたね。だがしかし黒島はそんなにその歌を歌ったことがなかったので全然歌詞が分かりませんでしたね。まあ何でもいいですけどね。音楽の先生がな、あれやねん、何、天原慎之介、のすけさんギフトありがとうございます。サンキューで、あれやねん、どっか行っちゃうねん。戻ってきてくれるかな。今日で最後の授業だったんですよ。めっちゃいい人でね、歌得意、あんまりあんまりというか全然。何しようかな、あやぴょんのあれ見た、あのあやぴょんです、あやぴょんですのやつ、あれおもろかった。音楽の先生にほんまにサンキューって言った。言うわ、今週までおるねん、あの授業がないっていうだけで。あー確かに黒島の歌はっきり聞いたことないかも。あのショールームで歌うのは NG なんだよあー1年の時はめっちゃ期待されてたかも。なんかあの担任まで来て、なんかおー次さくらかみたいな、次さくちゃんやみたいな、ガチでゆるさんって言ってああそう、産休だと代わりに先生が来るんです。あー、ゆかたに声かけてない、かけな、初見です、どうも。ゆかたんどうしようか迷ってる、あのライブ後にするかライブ前にするか、どうしようかと、ライブ後にしようかなとか思ってる。みっちゃんね、さくちゃん歌ってるとこあった、あったけど声入ってたっけ、若干聞こえるかなみたいなくらい。でもな、あの一人で練習するのもあんまり好きじゃないよなんか嫌ないよから、なんかでも録音してここが変とかここが声出てないとかちゃんとやりながら練習してた。あー、みおちが久しぶりにランナーズこけ方ミスったってさ、ちょっとミスってた。若春さんギフトに出てます。なんかすごい斜めにステーンって言ってて、なんか可愛いと思っておもろかった。あれの時にすごいジオンさんがな、もう母親のような笑顔でな見守ってくれてるっていう。お疲れ様です、どうも。あー、明日はアンジュさんの生誕か、見に行かないといけないね。うんお、明日のアイジさんの生誕入るよ。一緒ですね、私もです。え、いや写真撮ってもらうのはおかしいか、ちょっとおかしいな。よし、やめとこう、さすがにおかしいな、やめとこう。ワンタンメンさんギフトありがとうございます手長って笑った。いや、めっちゃおもろいで、みおちゃんほんまにおもろい。手長い、手足長いからさ、この動きがおもろい、まあつってあんまりおもろい。お、あんちゃさんの生誕は足も入るわあの黒島のペンライト振ってくれてもいいやで黒島の代わりにつって、わあいい
ひどいな、ひどいな。めっちゃ近くから眺めとこ、かわいいなかわいいなーって。怖っ。大阪市内観光の表紙絵でめっちゃいい感じになったんですよ。表紙絵とか私好きやねん。食い倒れ太郎かわわわ、食い倒れ太郎描きました。 CMM でどんないじりされるか楽しみにしてます。確かに、あ、アジさん乗せたの、お手紙はさくちゃんじゃないのね、声かけてほしいですね。やりたいとか言われへんのかな、アジさんにお手紙書きたいですみたいな。誰からやろな、誰からやろな、誰からやろな、お手紙書きたいな。大人の方、黒島はこんなにアジュさんにお手紙を書きたいと思っているよ。来年はよろしくね。書きたいな、純粋に書きたい、アピールしていこう。わー、アジュさんにお手紙が書きたいな。書きたいな。え、 YNL さんとかでできひんかな、なんか一緒にやりたいな。もう書いたやん、違うやん、みんなの眉毛を見上げるやつやん。あ、で若菜さん初日ですよね多分。そうやったわーいわーい、見に行こう、見に行こう。ちゃんと食い倒れ太郎書きました。いつもな、おはようございますって、え、5回目、あれ久しぶりっていうことか、めっちゃ練習してたからあれかと思った、初日かと思った、全然ちゃうやん、5回目か。なんかめっちゃ練習してたから初日かなって思ってた、久しぶりやっただけか。ほうほう、世界遺産も一緒に行けたらいいね。メッセージは書けるんだよ。メッセージはあれじゃない、公演メンバー10人だけじゃない1年1ヶ月、あー1年1ヶ月、へえ、そうなんや、やば、それはなかなかやな。土曜日宮地初日言うてたな、なあ言うてたっけ、あそうそう、昨日の公演で出るって言ってたわ。今日あれしようかな、ルームス配信しようかな、やったらもう終わっといた方がいい、しようかな、するわ。よし、今日はルームス配信で表紙絵と、あの校外学習の表紙絵と、100マス計算をする、ただ黙々とやる配信をやるので、ぜひお越しください。ランキングを読みます。ゆかたんのお誕生日に近いからお誕生日のお手紙書いたら、いやー、なんかこっちからお手紙書きたいですって言えるんかな。そら書きたいですよ、書きたいんですけれども、書きたいんですけれども、いいんかな、大人の方、大人の方とお願いしたいね。よし、13位がオレオーズさん、ありがとうございます。12位がワンタンメンさん、ありがとうございます。11位がヨシさん、ありがとうございます。10位が上田和樹さん、ありがとうございます。9位が RC さん、ありがとうございます。8位がナルニーさん、ありがとうございます。7位がスマタンさん、ありがとうございます。6位がマチカネフクキタルさん、ありがとうございます。5位が野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。6位言ったっけ、言ったな、合ってる合ってる。4位がポンギーさん、ありがとうございます。3位がヤン008さん、ありがとうございます。2位がジョホンさん、ありがとうございます。1位がマットさん、ありがとうございます。ありがとうございました。インパクトネーションで JKT48 メンバーに合わせですが、え、合ってないです。インパクトネーションがなんぞやって感じですね。どうも
クロールできない、スクロールできない、いけたいけた。ビエンビエン。まあね、まあこれからもお話ししたいっていう、今まだまだお話ししたいんだよっていう人はルームス配信にお越しくださいということで、ありがとうございました。あ、ちゃう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 、よし、小さいのが気になってた。よし。本日も敗北者感ということで、上手くなってる、そうやろ、学んだ。まあギターのテスト一番早く合格したんで、しかも満点だったんで、ということでありがとうございました。ルームス配信もお越しください。アンジさんのお手紙待ってるかも。アンジさんがお手紙待ってるかも。え、そんなわけはない。いやいやいや、中途半端の時に最初のお手紙を書いてしまったんだよ。まあまた来年って感じですね。上田和樹さんギフトありがとうございます。ということでルームス配信にお越しください。さよなら、バイ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 。